僕が新世界の神となる。キャラメルコックポーン。デスノート、ヤガミライト、キングダムハーツ、リク、ファンタスティックビースト、ニュート・スキャマンダー、実は全て同じ声優が演じている。それは人気声優、宮野守だ。宮野守は声優としての知名度だけではなく、数々の伝説を持つことでも有名な大スターだ。今日はその一例を紹介していくね。宮野守伝説、その1、実は劇団ひまわり出身。宮野守の演技キャリアは子役として小学生時代からスタートしている。劇団ひまわりに所属し、主に舞台での活躍が多かった。テレビドラマでは3年 B 組金八先生の生徒役にも起用されている。こうして彼の演技力は幼少期から磨かれていったんだ。宮野守伝説、その2、ミュージカル、テニスの王子様。宮野守はその高い演技力と歌唱力を生かし、舞台役者としても活躍している。その一つが 2.5 次元舞台の元祖とも呼ばれるミュージカル、テニスの王子様だ。実はこのミュージカルテニスの王子様、意外な人気俳優が若手時代に出演している。斉藤匠、城田優、瀬戸康史、そして宮野守もまたミュージカルの公演により新たなファン層を獲得していく。宮野守伝説、その3、ヒット役連発。本業の声優としても宮野守は偉大な成功を収めている。そして彼は当たり役を連発する、ヒット作に出続ける声優でもあるのだ。声優デビュー作は海外ドラマの吹き替え役だった宮野守。高校生での声優デビュー以降、次々とヒット作品に恵まれる。デスノートの矢神ライト、機動戦士ガンダム、00の刹那 F 千恵、フリーの松岡凛など、数多くのアニメ作品の人気キャラを演じてきた。宮野守伝説、その4、声優界屈指の歌唱力。圧倒的な歌唱力、宮野守は男性声優では珍しいオリコンチャート入り常連歌手である。6シングル、オルフェはオリコン10位。9シングル、カノンはオリコン3位に入るなど、歌手としての人気を確立している。2013年に男性声優として初の日本武道館ソロ公演を成功させ、2020年にはドーム公演も決定している。宮野守伝説、その後、2度の紅白出場。男性声優としては、異例の紅白歌合戦2年連続出場。しかしこれは、声優、宮野守としてではない。宮野守16歳、売り出し中のアイドル。宮野守がライブ中に演じた濃すぎるこのキャラクターは NHK、おげんさんと一緒に出演したことをきっかけに、2018年、2019年の紅白歌合戦に、星野源と共にエスト出演をしている。歌手としての出場より前に、宮野守本人すら成し遂げていない紅白出場を果たしてしまった謎のアイドル、宮野守であった。子役から出発し、声優、舞台役者、歌手、謎のアイドルと、宮野守の快進撃はこれからも続いていく。そんな彼をこれからも応援していきたい。みんな、見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと、動画がアップされた時、すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。